吉岡里沙の酒と魚と音楽と、皆さんお晩です。10月神奈月に入りました。朝晩の冷え込みが強くなりましたね。皆さんお元気ですか？今日も楽しく美味しくお届けいたします。この番組は結びが地域医療連携管理センターの提供でお届けいたします。吉岡里沙の酒と魚と音楽と、改めましてお晩です。吉岡里沙です。そして本日もアシスタントは、青森出身の珍論屋永田美香でお送りいたします。いたします。はい、ありがとうございます。通過見逃せない、どうしたの見逃そうと思ったけ ど、ね、だってね、美香ちゃんがね、なんかこう毎回いろんなこう、去年持ってきてた、ね、持ってきてたよ。私もちょっとやろうかなって思って、いやなんかリサ姉さん何にも言わないから今回はおとなしいのかなと思ったら自前で持ってきちゃったわね。持ってきました。味方に負けないようにと思って。可愛いです、可愛いですよ。ありがとうございます。いいですよ、魔女っこリサちゃん。はい、でもなんかお話によると美香ちゃんも、もうこの月は毎日もうね、年々ね、日本もかな、ハロウィンパレード、ハロウィンパレードで仮装してね、すごいのでグッズも増えちゃって、でのチンロン屋もね、その戦闘をね、演奏しながら、あのね、おまけなんてないさみたいな演奏しながらですね、行くわけなんですけど、だから毎日ね、その衣装着るから、もうちょっとやめちゃって、ごめんね。いや、もう素晴らしい、かわいい、かわいい、かわいいですよ。あの、見てる方もかわいいと思ってください。いや、かわいいです、思ってくださいね。そうそう、聞きたかったの、あのね、日本ではただの仮装パーティーになってるじゃない、あの、リサ姉さんほら、外国行かれてたから、ハロウィンって本当はどういったお祭りなの？あの、収穫祭なの、本当は。なんかいろんな、あの、何、野菜とか、お米とか、秋だから、秋の味覚がいっぱい、なりました、豊作、豊年満作みたいな。そう、そういうので、トリックアトリートっていうやつでね、子供たちが、あの、子供たちが仮装してね、あの、一軒一軒のお家にね、こう、行くわけ。で、あの、トリックっていうのは、いたずらする、それとも、トリック、あの、ご、なんか、トリート、ご褒美、どっちがいいって。で、そのご褒美のが、あの、お菓子だったり、クッキーとかキャンディーとか、ああいうのだったりするわけ。じゃあ、直訳すると、いたずらかお菓子かってこと？そうどっちみたいな感じで入ってくる。お菓子くれないといたずらするぞ。そうそういうこと。なるほどね。そう。言ってみてください、いい感じで。Trick or treat。もう一回。Trick or treat。皆さんご一緒に。Trick or treat。はい、じゃあ私から。紅小町、うちの近所のね、あの、上野農家 のスイートポテトでございます。よかったら、ね、こんな感じでもらえるっていうのが本当の優しいな。みかちゃんもう一個です。お姉さんみたい、私の年上にされちゃった。いや、そんなわけで。ごめんね。いや、ありがとうございます。それで、今日は10月からですね、この番組が時間帯がね、30分早くなりまして、第3月曜日の7時から8時の1時間の放送になります。わかりやすい時間帯になりました。よろしくお願いします。お願いします。そして毎回ね、素敵なゲストさんをお迎えして、いろんなお話、人生のね、お話、そうですね、どんな人生を歩んできて、で、この人生になるにはどんな努力をしてきたかとか、いろんな話を聞いてるわけですよ。ためになりますね、毎回ね。そうで、あとは酒蔵さんから今日も美味しいお酒が届いています。後で飲めるわけですね。飲めますね。それと、青森県のホタテ流通振興協会さんからもおつまみが、今日は新しい おつまみです。初めて、この番組2年半も経つでしょ、初めての、おつまみです。それは楽しみです。楽しみにしてください、はい、ね、それと、あと、むつびはさんからのメッセージもございますので、楽しみに、最後までゆっくりとお楽しみください。それでは、1ヶ月のご無沙汰でした。ご無沙汰でした。ああ、みかちゃん、1ヶ月早いね。そうなの。だってもう10月でしょ、11月でしょ、12月でしょ。もうなんかね、1ヶ月がどんどん早くなるよね。本当だ。で、この1ヶ月は何をなさってましたか？なんかね、バタバタと仕事してたんですけど、忙しい、あの、秋祭りのシーズンが来まして、土日でね、あっちこっちのふるさと祭りだったりとか、まさに収穫祭とか行ってたんですけど、今回はね、結構遠いところ行きまして、新潟の牧というところに行ってきましてね、あの、
燕三条から乗り換えまして、はいはい、またこれがねローカル線で可愛いやつに乗ったんですよ、うんうんうん、なんかキハでもなくてこうなんか向こうはなかったけどちっちゃなローカル線乗って乗り換えていて、うんうん、小さな町なんですけど、うん、そこにあの覗きからくり の発祥の地と言われてまして、あのまだ昔そのままのものが、まあ、復刻今してる最中なんですけど残ってるんですよ、そのからくりが。継承伝統文化だね。そうそうそう、うんうん、覗いたことあります？覗きからくり。私はない。でもテレビでなんか、うん、あの大きな屋台とか櫓で、うん、中に、うん、あの教えがいっぱい入っていて、うん、覗くとそこに明かりがこう灯ったものに教えがあって、うん、あの弁士が横について、うん、でそれでこうあの例えば八百屋七だったりとか、うん、そういったものを聞かせるというもので、うん、でその、うん、あの覗きからくりの、うん、お祭りにちんどん屋で行きまして、うん、あのでちんどん屋も楽しんでいただこうとお子様にねちんどん体験とかをしていただいて、いいことですね。楽しかったですね。体験する体得体で覚えるのが一番早いもんね。そう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 、うん、やっぱり私も将来のためにね、うん、あの種をまいておいて、うん、であの子供たちが大きくなってからちんどんになってくれるようにですね、うん、絶対いいことだね。頑張ってまいりも楽しかったです、うん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、で、うん、リサさんのこの1ヶ月は、ですね、この1ヶ月はね、なんと10月1日って日本酒の日なんですって。あ、そうだっけ。そうなので、10月1日にね、うん、ごっつりさん、このあの近くにごっつりさんって居酒屋さんがあるんですけど、初めのね、あの北千住の西口、そうそうそう、東口、どっちにもありますね。はい、でそちらの方で、うん、なんとあの八戸小林市長とスカイプでつながって、みんなでわー乾杯ってのやって、今時楽しい、楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。どのくらい人集まったんですか？50人ちょっとかな。すごいね、うん、すごい盛り上がりました。で私もあの青森の酒くるんば歌わせていただいたりとか、うんうん、してすごい楽しかったです。じゃあもちろんそこで青森の酒をみんなで乾杯する、うん、しました。はい、飲んじゃったんだね。飲んじゃったのよ。それとあとは青森ホタテ流通振興協会さんのキャラバン隊というのがあって、うん、青森ホタテのお料理をね、はい、あの東京で、あら、そう募集して、それはいつやったんですか？ね、10月の、うん、14、15、16、あ、3日間も。そうそう、で私は15に参加させていただいて、大使ですからね、大使なので、ホタテ大使ですからね。そう、タスキをつけて、はい、やらせていただきました。すごく美味しかった。で初めてそのお料理をね、うん、するっていうのは東京で初めてだったので、うん、あ、そうなんですか。いろんなことはするんだけど、例えばホタテを焼いたりとかそういうことはしてるけど、うん、完全にお料理をするっていうのは初めてだったのでね、うん、すごいそれも楽しかったですね。それとあと私事でございますが、うん、鉄損が18人目になりました。鉄損？鉄損、私のおいとかめいとかの子供、うん、おいとめいの子供、うん、それちょっと遠い親戚っぽくなれないの？私、おおばさん、あ、おばさんのおばさん、おばさん、18人、鉄孫が、はい、増えるね、リサ一族、ね、そうなのよ。だっておいとめ、おいとめいが16人いるでしょ。で、そうね、おいとめいが16、兄弟何人だっけ？6人、6人から、ね、から6人から、そうそうそう、私は独身ですけどね。そうで、それから派生していって、派生していって派生しますよ、派生してますよ。木の幹のごとく、枝のごとく上に行くんだ、上に行くんだ、下じゃなくて上に行くんだね。ダーウィンじゃなくて上に行くんだ。オッケーオッケー。で18人、すごいね。いちょっと待って、うん、テストがそんだけいるってことは、うん、あれ実際のあのなんていうの、おいとかめいが16人いるの。あ、分かってきた、すごいね。それでその子供が生まれたわけで18人。ちょっとあのすごいね。ちょっと質問していいですか？はい。お年玉とかどうしてるんですか？お正月は帰りません。帰りません、すいません。そうですね、破産しますので分かってあげてください。はい、諸事情が。吉岡さんち分かってあげてください。そうで、会った時払い。みんな会いに来てください。そうそう、はい、私山みたいな感じ。でもおめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいですね、はい、そんなこ、イエーイ。そんなこんなでね、はい、そんなこんなで、はい、楽しい1ヶ月が過ぎました。忙しかったですね。忙しかったですね、はい、すごい楽しい。もう地元のために、うん、八戸のために、青森のために。はい、美香ちゃんもそうでしょ、同じ、ありがとうございます。ふるさと万歳ですからね。ふるさと万歳ですね。はい、はい、では、今日はまた楽しいゲストさん、楽しみな方がまた来ていただいてます。はい、この方って
本日のゲストはなんと先月に引き続きまして日本大学危機管理学部長福田康夫先生、通称モーレス君です。イエーイ。トリックアトリート。おー、今それやったの。あー、そうなんだ。これ TREATなんかどれもあんまり覚えられなかった、覚えられなかったです、うん、はい、でもすごいってことだけ分かりましたね。すごいってことは分かりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。先月に続いて、おー、よろしくお願いします。いいですねこれ、はい。まあ、あれですね、あの、はい、ハロウィンですけど、まあ、ハロウィンは、うん、あのアメリカでは、うん、まあ、あれですよね、宗教的な色彩ほとんど今ないですね。今ないですね。あの、はい、私の知ってるのは、うん、ハロウィンとそれから本格的な収穫祭とサンクスギビング、あ、ありますよね。サンクスギビングだ、そうだ、うん、サンクスは分かります、うん、サンクスギビングっていうのはあのギビング、うん、あ、与えられるっていうの、うん、神からの恵みに感謝するっていうやつで、うん、あのピューリタン正教徒たちがアメリカに移住して最初の冬、うん、それでその時に収穫を祝って、インディアンの人たちを呼んで、うん、あの食事会をやったのが起源だって言われてるね。これがあのサンクスギビングはね。でカナダとアメリカでは時期がずれてるんですよ。カナダは10月の第2週じゃないかな。それでアメリカは11月の第4週金曜日、サンクスギビングデイって。それは何をするんですか。ね、あと実はアメリカの人たちは、うん、サンクスギビングかクリスマスにみんな一族が集まるんですよ。あ、集まる、集まる。あれターキー、ターキー、ね、あの七面鳥を食べるんですね。クリスマスじゃないの。サンクスギビングかクリスマスなんですね。ですから結婚してる人たちは、例えば旦那さんの実家にじゃあサンクスギビングの時に行こう、うんうん、その代わり奥さんとかはクリスマスの時に行こう、うん、まあ、こういう形にしてやってますよね。何でもご存知です ね、うん、ね。そして先生がなまってないですね、うん、そうですね、あの今日はなまらずにですね日本大学の方あの先生の顔のやるときはね標準語なの。そうなんですよ、こあのとりあえずこれ、あ、今日はこれです、これをまず話さなきゃいけない。日本大学危機管理学部、はい、スポーツ科学部記念すべき第1回の学園祭三茶祭は11月の5日6日土曜日曜2日間に分けて、はい、開催されます。今年のテーマはチャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ。リスクマネジメント、これはカレッジオブリスクマネジメント and カレッジオブスポーツサイエンシーズですね、シーズね、プロ、はい、素晴らしいですね。下馬三丁目34-1世田谷でございます。どうぞ皆様、三軒茶屋の駅から歩いて徒歩10分ぐらいですかね。いろいろありますので、はい、どんなことがあるんですか。ですね、まず、防災のいろいろな展示をやったりですね。あ、それいい、危機管理学部ですからね。あ、それいい、それからあのスポーツ科学の方はですね、あの、うん、スポーツ教室ね、うん、近所の小学校とか中学校の子どもたち集めたり、うんうん、あれ親子体操教室とかそういうのもやります、うんうん、はい。じゃあ地元の方じゃなくてもいきなりこれでお子様同士で、あのですね、お子様同士、それはですね、ちょっと優先順位がもうあの地元の小学校、うん、中学校な、それはちょっと飛び込みだと困るかな、ね、でもその代わりね、あの体力測定とかあのインバランスだっけな、なんとかって機械がありましてね、この水分だとかこう骨量だとかとやつ、それはね、あの多分タダでやってもらえると思いますから、これあの検診に行くとお金取られますよ、いっぱい。そうですよね、はい、そうですよね。あ、ごめんなさい、あ、違うかでもやってみたいですね、うん、あれ乗るとね、こうやってやると、うん、体重とそれからあの、まあ、まあ身長入れて、そうすると BMI とかいろんなパーセントが出たりね、骨密度とそれから水分とかね、体重はやめとこ、なんで、いや行きましょうよ、行きましょうよ、はい、体重、あ、行きましょう、行きましょう、 Please come and join us、 はい、Thank you、 はい、Let's enjoy、 Let's enjoy、 はい、ということで、うん、本当にありがとうございます。 You're welcome。 先月ね、連続でありがとうございます。楽しすぎて話が途中で終わった。 No sweat, no trouble at all 先生、もうなまって大丈夫です、うん、あの大丈夫、英語でなまるから。あ、違った、あ、英語の東北弁が、あ、来た来た、よかったちょっと安心I came from Texas って言ってね。そうそう、アメリカでもやっぱり、うん、あのなまりがすごい。え、あの方言ってもうほとんどあるんだけど、ただ日本語と大きく違うのは、うん、単語は違わない、うん、アクセントの位置とかがちょっと違ってくるけど、うんうん、日本語は単語が違うからね。単語違うもんね、うんうん、
だね、旦那さん、旦那さん、旦那さんは南部米、なずきとかね、なずき、おでこの、なずき、うしろくんどうとかさ、うしろくんどうとかね、へちゃかぶとかね、へんじゃかぶ、へんじゃかぶ、あ、なんか昔、はい、あのクイズなんかこう回るやつがあった、なんだっけ、クイズタイムショック、はい、あった、あった、そう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 、ぐる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 回るやつが、うん、あの3問だともうぐるぐるすぐ回って落ちるやつ、あの時に体の中でなんだっけ、へがつくとこ、へ、うん、へちょくったのが、そうしたらへながって、へながでブーブーってなった、背中なんで、うん、標準語背中、へながって回っちゃったって、当て、あらららいいじゃない、それへながなんだもんねとか思って、そう、でも今だったらもしかすると、うん、いいかもしれない、当たりにしてもらえるかもしれないですね、へながが、へながが、いや、うん、日本語も変わってきてるからさ、例えばさ、うんうん、カニマルってわかるか、わかるべ、え、カニマル、うん、カニマル、カニマル、え、が、ピダゴン、が、が、え、カニマルでがって表記、が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 、喉の子にですよね、だからね、あの春のうららの隅田川なんです、あれは がじゃないです、がじゃない、うん、隅田川だろ、確かに隅田川じゃないでしょ、うん、うん、変わってきてるんですね、いや NHK 73の試験受けた時さ、カニマルってこれ何ですかって、君ビダコンって知ってるって言うからさ、んへ、あ、が、に、ぐ、ね、が、それでいいですって言われて、え、NHK のアナウンス受けて落ちたよ、うん、受けたい、うん、昔の話でござんす、意外な目標が、うん、そう、そうだったんですか、うん、たまたま、後輩と一緒にね、大学院の時に後輩と一緒に、お、先輩、ん、お前今日これから何行くのって、 NHK のアナウンサーの適正試験受けに行きましたわけよ、適正試験まず願書もらうためにその適正試験を受かんなきゃねえわけだな、弁士ですね、ピッピッとして、どういう、うん、どういう人がじゃあ適正合う、いっぱいいたよね、あの時ね、だあの、うん、笑っちゃうのがさ、俺の後輩落ちて俺が分かったの、俺たまたまついてっただけなの、先生それなんかアイドル発掘みたいな感じですよね、友達と一緒にいて自分受かっちゃったみたいな、うん、最初はね短い、うん、だからそのがとかさ、うんうん、短いあの原稿で、うん、で、あれ君ちょっとなまってるけどどこ出身はって言ったからさ、うん、青森県の八戸です、あ、そっか、うん、はい、いいですよ、とりあえず適正試験合格ですとか言った、へー、うん、長いの長いの読んでも落ちたよ、だから、うん、体育の日の今日とかこんな原稿育てたような気がするけどね、うんうん、しかしあの丸をつけてビダコにするんだったら、まあ、青森の方言でみんな丸ついちゃうね、そうすごい勢いで丸つくよね、うん、だからさからフランス語と一緒だぞ、わけさ、みんなリエゾンしてるからさ、リエゾン、だすけシャンベッタビヨン、ビヨン、ビヨン、みんなアザブジュバンみたいな、アザブジュバン、肌ジュバン、なんかふざけた飲み会みたいになってますよ、全然まだ酒も入ってねえのに、えらい方なんですよ、もう、そうでしょ、えらい方なんね、日本で初めての部なんですよね、あ、あの文系としては初めての危機管理学部という、うん、あの大学学部ですね、はい、はい、素晴らしいね、これ今ちょうどなんか3.1、そうですね、危機管理、そうですね、3.11、9.11、うん、はい、テロだとか自然災害だとか、うん、まあ、いろいろな、うん、あの危機、私たちの身の回りに常にあるんですけども、それに対する対応、それからいざ発生した場合に対する場合の対応、まあそういうのをきちんとやっていかないと、もうとてつもない数の人命がね、それだけで失われたりしてきますから、そういうことを考える、学ぶ、これがうちの学部です、はい、ぜひあのたくさんの受験生の皆さん、これ見てる方今やらしたら、あ、ぜひ日本大学危機管理学部の方へ、ウェブで受験できますので、あの、はい、どうぞウェブで受験の申し込みできます、お待ちしてます、はい、ということで、はい、すごく伝わったと思いますよ、そうそう、うん、あの講義はにあの標準語でプライベートはちょっと黙りますけど、ね、よろしくお願いします。そうですね、そう、ということで、うんうん、今日はじゃあもうなんかお酒いただきましょうかね、もう大丈夫、あのですね、うん、なんかはい、そう、うん、今の何ですか、 HR、 はい、どうぞ、はい、お酒いただきましょうか、はい、今日はね、もう、はい、飲みながらね、先生から、うん、先生はなぜこういういろんなことがね、うん、できる方になったのか、 それを根掘り葉掘り飲みながら聞こうと思います、これでサクタですね、はい、サクタ、そうなんです、今日はね、はい、本日のお酒は、はい、
特別純米酒特別契約栽培サクタです。サクタの中でも特別契約純米ということで、特別契約純米を 100% の旨味があります。軽さとコクが調和したお酒で、料理との相性が幅広いです。特におすすめなのはこれからの季節、おでん、焼き鳥、天ぷらなどによく合います。原料米は青森県産の冷麺用、精米部合 60%、かなりこちら削って美味しく仕上げております。蔵元は駒泉七戸町の酒でございます。はい、ではいただきます。はい、じゃあいただいちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ私が、これでサクタですね。サクタ、あのこのサクタってお酒は、うん、あのうちの日本大学の理事長先生田中秀俊先生、あ、これあんたの俺のこれ、大きい方で、私のはね、これスマイルがスマイルが、あ、そっかそっか、私もつけてほしいです。あの田中秀俊理事長が大好きなお酒ですよ、これサクタ。そうですか、はい、あのその方も青森県、青森の出身です。あ、そうですか。かなぎる、いいかまりっこしてら、ほら、あ、すごい、すごい、いいかまりっこだこれ。いや、いろいろサクタも飲んでるけど、香り、乾杯しない。あ、そっかそっか。先生、悪い悪い。先生、ごめんごめん。すいません、催促しちゃった。なんか2回目ともなると、ザックバランスすごいですね。サイ。おかしいね。サイ。でもいいと思います。はい、チーズ。いただきます。あ、すっごくいい香りこした、うん。あ、これこれ、このキレンの良さがサクタ。サクタ。いやー、サクタ、美味しい。美味しい、美味しいですね。なんか、ああ日本酒、なんかスッスッとなんか いきそう。これはスッスッいきますね。冷麺ってさ、でも冷麺ってお米知ってる、うん、いや、私初めて聞きました、冷麺。お米用の、あの、お酒用の、お酒用の米じゃないよ、これじゃないの、うん、本当に冷麺っていうのはね、うん、あの、青森みたいなすごい寒いところの、うん、ために、あの、品種改良されたお米ですよ。お、うん、冷麺とね、それから富士みのり、富士みのり、富士みのり使ったお酒は久慈の方で使ってると思う。あの冷麺は一般的な、いわゆる日本酒用の山田、あの錦とか、それとまた違った青森の、うーん、あの寒冷地用のお米ですよ、それ。だ、こうや、こうやつんですね、びっくりしました。はい、あの冷麺ってカタカナで冷麺なんですね。うん、ますね。うーん、いや、初めて。最近あの、うん、花思い、うん、あの、うん、花思いとかで、花吹雪とか、吹雪とか、そういったお米が多いので、うんうん、やっぱりこう口当たりが違いますよね。ね、そちらも美味しいですけど、うん、こちらの方がなんか本当食べ物に合いそう。うん、なんか本当、うん、お酒ってそのお米とお水、うん、ね、によってなんか全然変わるよね。あと、あの何、当時さんによってね、はい、そうですね、うん、全然違うので、すごい美味しい、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これね、それと、うん、はい、どうぞ。いいですか。うん、ホタテ、あ、おつまみですか。ホタテのおつまみですね。今日のおつまみはなかなか、はい、ホタテ十万石さん、はい、いただきました。ありがとうございます。金瀬高橋かまぼこってんの。そう、高橋さんのところなんですよ。かまぼこ、ホタテの形をしているの。そうなんです。こういうね、こういう形をしてます。かわいい。創業明治36年伝統の味、金瀬高橋。すごい、すごい、さすがホタテ十万石アナウンス。素晴らしいですね。合格した人、はい、適正試験はな、そっから先はダメだった。あんたちょっとなまってるよみたいな感じ。貝柱をホタテマヨネーズでちょっとこう味をつけて、ほら、こんな感じ。なんかお味は3種類ありますね。スタジオの方は後ほど。はい、こんな感じ。おー、明太子味、わさび味、そしてプレーンがあるようですね。あ、これ、うん、私ちょっとプレーンだと思う。プレーン、プレーン、うん、じゃあちょっと私明太子いってみましょうか。うん、先生、はい、これのマヨに合わさん300した。合わさん300。じゃあちょっと、うん、おいしい。じゃあマヨネーズ中に入ってて。あ、これどこから開けるんだ、これ。あ、ここか。うん、じゃあ、もう便利貼ったな。あれ、これはどこから開けるんだろう。こんな可愛いですよ。ほら、こんな可愛いの。もう、かぶって食べちゃう。柔らかいね。うん、見た目より全然柔らかいの。うん、味っこがついてるから、もうこのままいつけちゃうね。うん、お召し上がりの際に中からマヨネーズが飛び出すこともありますので、うん、お気をつけくださいと書いております。うんうん、すごい、中超マヨ入ってる。うんうん、あ、明太マヨ。明太、あ、そんで、うん、あの、ちょっとピンク、ピンク。うん、先生はちょっとね、わさびが入ってる。わさび。わさびが入ってる。楽しいですね。どこのわさびでこれあって。うん、あんまりでねや。静岡かな。すごいジューシーですね。うん、なんかプリップリしてますね。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもどうもすみません。
いただきますって。いただきます。はい。あ、浅草。こっちは見せないでください。そうそうそう。こっち見せ。でも先生なんかもう今催促されてるような気がする。今日はこんな感じで進んでいきます。はい、はい、美香ちゃんもなんかすごい。まああれだよね。はい、今日はですから飲み切る感じでいい感じですよ今日は。ああね。あそんなアリサ先生も。うん、はい。あらそんな。そうですか。そんなもう本当に。すいませんなんかこんな番組になってますけど。もう今日はこんな感じで進みますから。おっとっと言ってますけども。そうそう、うん、そんな日もあります。そう、桂小文治師匠がね、あ、小文治さん、うん、そう、うん、出てくださった時に、本当ふざけた番組だね。うん、うまいって。そう、ふざけた番組だね。うん、うまいとか言って帰ってくる。古田さん俺の小中高先輩だから。あ、そうなんですか。長者小学校、長者中学校、八校、うん。小学校から。うん、わあ、すごい。古田さん中学校の時に何やってたか知ってる？何やってた？クラブ活動。何ですか？何だろう。小文治先生？うん、小文治さん。本名古田さんって言うんですよ、古田さん知らなかった、いただいたけど、はい、あれ何をやってらした、お知見じゃないですよね、うん、全然違う、ちょっとね、うん、何やってんですか、言ってんですか、機械体操、えイゴ、だからあの スリムなんだ、うん、そうだよね、スリムだよね、古田さん機械体操なんだ、あのストイックな感じは、うんうん、そっから来てるのかな、あなるほどね、スポーツマンだったんだね、なるほど、うん、で今頃くしゃみしてるかもしれない、本当ですね、すいません暴露してますよ、バトになってね落語家さんになったんだからねえ、うん、びっくりしたもん、なんか門を叩いたらしいですよ、うんうん、頼もうってか、そうそう断られたけど何回も行って、うん、みたいなお話なさってましたけど ね、うん、ね、はい、いやでも本当になんかでも先生は、うん、なぜ先生になったわけ、あ私、うん、あなぜ先生になったか、うん、スポーツ例えば若い学生の時は何を、うん、はい、スポーツ学生の時、うん、で大学の時はやってないよね、あの小中高ってアイスホッケーやってましたよ、あ、はい、じゃ あの大会とかも出て、インターハイ2回行ってます、はい、インターハイ、はい、でもねこれ昔はね、うん、青森県強いからね、うん、出れたね八戸高校でもでも僕らの子もでも大会県の大会やったら1年1つぐらい優勝したんじゃない、そんなね大きい、あの今みたいにあのこんな差はなかったから、いやとはいえやっぱり強くなければ、ね、出れないだから一応ね、うん、インターハイって一番いい成績はベスト8ですかね、はい、あの先生あのアイスホッケーってポジショニングってあるんですか、うん、僕フォワードですよ、フォワードあの攻める方、攻める方、そうそう入れる方、足結構速かったからね、まっすぐ進んでいくのは早いんだけどさ、ちょっとバックスケーティングがあんまりうまくなかったからディフェンスちょっと向いてませんでしたね、全身あるのみね、全身でもフォワードフォワードフォワード性格があとゴールにガッパーッとこういう感じで、でもなんかあの長年リンクってとこがあってね、うん、そこで国体とかやってましたけども、うん、インターハイとかね、あの寒いとこ雪の降る中もねそのアイスホッケーやってるその姿がねすごくなんかわーすごいなって、小学校からでしょ、あの、ね、今はねもうアイスホッケーというと屋内スポーツにかんみんなで思うんですね、そうそうリンクって屋根かかって昔は違うから、うん、昔はね、そうでしたもんね、東京来るまで屋根かかったとこでホッケーやったことない、うん、屋内リンクなかったですもんね、なかった、なんだ長根リンク3面アウトドアでしょ、うんうん、そう有名なねところでしたけど、ね、だから朝5時から練習かな、いやだな、冬の朝5時寒ー、うん、6時、5時だな、5時から6時半まで練習やって終わって朝練やった後、うん、家帰るでしょ、で朝飯食うじゃん、うん、で僕は弁当作ってくるじゃないですか、うん、で学校行くでしょ、そうするとカッピが気になるけどところですけど、まあ、でも温まっちゃうからね、うん、俺の席一番ストーブの一番前だから、あ熱いとこ、熱いとこだ、そうかだるまストーブのね、うん、あそうなるよね、暑いんだよね、前ね初めはねもう冬になるとほんとね、午前中が4時間でしょ、うん、2時間目終わったあたりで弁当食うじゃない、でまたあまたお腹いっぱいしたで今度お昼学校あの個人差はあると思うんですけど食ってさ食べるでしょ、また今後プシューってなってる、冬になったらだって授業睡眠学習ばっかりですからね、うん、え寝ながら覚えられる、寝ながら覚えられるもんですか、覚えられませんでしたよそれ
なんか勉強だけはやっぱり、うん、あの子やっぱりちゃんと勉強しないと身につかない、でも、ね、うん、先生も先生になれたわけだから勉強もできたわけじゃないですか、うんうん、そうですよ、うん、まあラッキーだったんじゃないの。こういうのってやっぱりね、僕らの頃っていうのは、うん、大学に進んで研究者になるってのはすごいあの不確実だからね、うん、あの就職できるかどうかも分かんない、あ、うんうん、大学院進んだからといって必ず大学の先生になるかどうかわからない。あれ、はい、大学の先生って大学院に行かなきゃなれないんですか。そうとは限りません、うん、あの基本的にはでも最近はもう、まあ、博士号を持ってる人じゃないなれないというかなかなか採用しなくなりましたけど、学士号だけでも、まあ、極端な話で大学出てない人でも大学の先生になれます。あ、なんかの、うん、そういう外注みたいな感じ、特殊なね、そういう能力があればね。最近ね、あの漫画家さんも大学の講師になったり先生になったりしてますからね、うんうん、私も特殊な能力、あ、特殊能力、うん、今魔法かけちゃうの、テクマクマイアコン、テクマクマイアコンだから、うん、教授になる、慣れちゃうかもしれないからね、うん、はい、頑張ります , 笑ってる場合よそこのあなた笑ってる場合よ、そこのあなた、いやだからうん、大学の先生はあのあれがないから、うん、教職免許関係ないから、うん、そうなんですか、うん、だから私は教員免許を持ってません。はい、大学の先生には教員免許はいりません。うわー、はい、知らなかった。待ってください。でも教員免許を取るための勉強を、うん、教員免許持ってない人に教えてもらってる状況ですか。そうですね。はい。じゃあ私もあるとある学校では、うん、教職課程のためのあの法学日本国憲法含む4単位の授業やってました、うん。あれがないと教職免許取れないから、私それ担当しましたけど、私は教職は持ってないと。おお、うん、すごい。いや、てか全然知らなかったです。ね。ミカちゃんも鎮堂の大学の教授になれる、あ、なれるかもしれない、ね、特殊な才能で鎮堂大学がないからね。だからほら、よく言ってたんだけど、うん、あの日本音楽系の学部でさ、うん、あの小歌とかさ三味線とかあるんじゃない、うんうんうん、でお師匠さん来たって高等小学校しか出てねとかさ、あ、それはそうですよね、うんうん、昔はね、いやだからそればっかりやってんだから、うんうん、でもそういう人たちは大学だったら教授になれるわけさ、うん、そういう実技、ね、そうあればね、うん、ただ最も教授になるためには論文だとかそういうの必要なんだけど、うん、そういう高端のお師匠さんが論文書くかどうかは別として、うん、まあ、非常勤講師としてはあのおいでになってるんじゃないですかね、あ、うん、なるほどね、私たちにも希望は持てたわけね、希望は持てたけど、うん、あの、あまりの知らなかったことに今びっくりしてるんですよ。あれ、そうなんだ、だからさ、保育園も幼稚園もみんないるじゃん、うんうん、小中高ま で大学だけいりません、うん、高校までは必要なんですね、うん、うん、教員免許ね、よし、だから学部も教科書じゃなきゃいけないわけでもないのか、うん、だから僕も今度先生やるんだよね、それはまた後ほど、また後ほど、はい、ということで、はい、はい、そうなんですか、まあ、だから今は、うん、今の子供たちっていうのとかなんていう、そういう不確実というか確実になれないに対してチャレンジしてこないんですよね、うん、あ、うん、それはそうかもしれないですね、うんうん、そうだね、やっぱりこうきちんと目に見えるものそうじゃないとね、これはこうですよと証明書ですよっていうものがなければ、うん、そう、大学院に、うん、だから大学の先生になる確率は、うん、って言われたらそれ、非常に確率は高いか低いかわからない今の段階でもね、そうかもしれないですね、うん、で今やっぱりあの、うん、どんなにやりたくない仕事でも正社員になりたいとか、うん、そういう人の方が多くって、うん、やっぱりそこまでの猶予がね、もっといろんな夢を持っていろいろってならないみたいですね、うんうん、まあ、いろいろあの直接そういうふうに自分の目的夢とかに向かっていく人と、うん、私みたいに遠回りをしていって、あの別に目標何もなかったのに歌い手になってるような人間もいるわけだし、うんうん、なんか人生いろいろだよね、まあ、そこでなんか自分がどういうふうにね、うん、あの自分の道を運転する、自分の人生を運転するかで、ね、ドライバーは自分しかいないもんね、分かんないよね、あのだ小さい頃何になりたかったってこう先週聞かれたけど、うん、思い出した、あのほらこれ本当の話でさ、幼稚園の時にうちの父親が初めて僕を仙台に連れてくれたんですよ、うん、で仙台のね、塩釜の宿屋さんで、うん、会議とかこうやってて、で俺一人で遊んでたら宿屋のおばちゃんが、うん、僕大きくなったら何になりたいのって聞いたから、僕踏切番って言ったってね、もう今職業がないですからね、踏切番ですよ、まあ、今みんな自動踏切になってて、でもどっか残ってると思うんですけどね、うんうん、確かね、でなんでとか、うん、なんでって、だって記者見るのが好きだもんって、それはさ、うん、趣味と実績を兼ねた仕事かもしれなかったよな、うん、そうですね、いやだからもう前回ね、うん、あの先生模型を持ってきていただいて、うん、しかもかなり
いでかい、あの、ね、大ゲージの、あの車両を持ってきていただいて、うん、私もあの N ゲージとかそんな見たことでかいなと思ってたんですよ、うんうん、でだからその時にあの宿屋のおばちゃんが笑ったって、はい、うちの父親にね、いや踏切板になりたいって言ってるよって言ったら、そしたらうちの親父がさ、まあ冗談半分で安心したと。というのは昔だったら僕陸軍大将、僕海軍大将とか言うわけよ。子供が大きくなったら何になりたい。でも俺これはでも戦後だからね、戦後だからそういうふうな育ち方はしてないけども、父親たちの代だったら大きくなったら何になりたいのって海軍大将とか陸軍大将とか言うわけさ。まあ、現実味のあるものになりたいって言ってよかったって笑ってたって言ったからさ、なんかお父さん大きい方です ね, ね, ね心の強い方びっくりしたと思いますけどね、うん、よかったよかった、まあうんうん、だからそういう意味じゃ高校じゃ小中高ってじゃ何になりたかったかって言ったら、うん、大学の教員なんか一回も思ったことないですよ。おえ、いつの間に、いつの間にっていうか、ね、だから大学入って、司法試験受けたんですよ。おうん、法学部の法律学科でね、お司法試験を受けて弁護士になりたいなと思ってたんだけど、弁護士になりたいなと思っていた、うんうん、難しい職業だよね。で法律系の、勉強したでしょ、うん、でね当時はね、司法試験の合格率ってね 1.6% とかさ、うん、というのは3万人受けて450人とかね、3万人受けて、うん、だから何年もチャレンジする人がいる。そうそう、だから合格者のね、平均年齢が当時で26か27か28だったの。それどういうことを意味するかというと、22で大学を卒業した後、司法試験に受かるだけの勉強のために平均的に5年から6年かかってること。じゃあその間ただ勉強するだけじゃないですか。そうそうそう、働くこともできないし、ノーインカムね。いやー、うん、で、うん、それはちょっとね、うちも経済的には難しいなと思って、それで大学に進んだんですね。大学に行けば奨学金もあるし、でその中で、それでも 2年ぐらい受けたんですかね、司法試験、で結局僕はあの担当しきっての受かんなくて、でそれで指導教授から、お前はどうもこういう勉強よりもこうの方がいいんじゃないかと、で博士後期課程に進んだんですよ。でそう、博士後期課程に進むってことはもう研究者だから、その時にだから修士の2年1年2年ぐらいに初めてじゃ大学の教員研究者っていう道を意識してそっちへ進んでったって感じ。うん、だもし僕が、まあ、いくつかのイフがあるんだけど人生の中で、大学受験の時に法学部に入っていないと今の職業にはなってないし、例えばあとは大学卒業した後青森帰ろうと思って、だ当時ね、あの八戸市役所に採用試験なかったのよ。採用試験がなかったの。どういうこと、そうかで、いくつかのイフが重なって、だから例えば青森へ帰る仕事も就職試験も受けなかったし、それ大学院の進学、それから、だからその中でもし一つでもなんか違ってたら今の僕はないなと思うんだけど、そういうことが全部うまい方向へ動いて今あると思ってますよ。だそういう意味ではね、いろんな人たち助けられてきてると思ってる。自分一人じゃできないもんね、やっぱりね。そこだね、すごい ラッキーだったと思いますよ、そういう意味じゃ。だから大学進むのも、大学進むのもね、あの日本大学っつったらそれはベスト&ブライテストではないんです、日本ではね、ベスト&ブライテストじゃない、だけど、まあ、大学って非常にいい学校なんだけど、それでも同級生がやっぱりそれよりいい学校、まあ初め高校だからこう、で悔しくてやっぱり浪人しようかなと思ったこともありますよね、最初。だけどやっぱり日本大学行って勉強しようと思って、だからそこでもし違う道を歩んだら今の僕はないと。だ全てなんかあの今までの判断というのはこれがいい方に来たなとは思ってますよ。だからあんまり悲観的な考えというのは僕には向いてないから、なんとかなんじゃないかなと思って今までやってきてね。そう、なんかお話聞いてるとラテン系ですよね、とっても。ケセラセラだからさ、ケセラセラと、それといつも前を向いて、ポジティブな考えて歩いてらっしゃるから、きっとね、何でもかんだって後ろ向きに、もしダメだったらどうしよう、もしダメだったらどうしよう、何もできないよね。そうそうそう、あのそう、一歩前に出たら違う視野が見えてくる、ね、そうここでこうじたんだ踏んで、あどうしようというよりも一歩もうとにかく行っちゃえみたいな感じで、
そしたらなんかあ違う世界が見えてくるみたいなね、オプションもあるかもしれないし、ね、そのバイタリティが、うん、なんか先生がもし違う衣服、うん、あの違うものを選んでても、うん、やっぱり何かすごいことになってたんじゃないかって思いますね、うんうん、まあこの性格だからね、なんか違うことでも言いたかったら八戸にいて役所に入ったとしても何かすごいことになってる、うん、なんかねそんな感じがしますよね、でもすごい勉強になりますね、やっぱり全てはやっぱりこう、うんね、自分が住んでいるんだけども人に支えられて、あのだって人との出会いですよ、うん、結局何でもかんでも、うん、本当にそうですね、うん、だから大学行って、うん、あの私の指導をずっと指導してくれるようになった先生と出会わなかったら今の僕はない、うん、あるいはサークルに入って僕弁論部雄弁会に入ってたんだけど、そこで面白い連中と会わなきゃあのすごいフィールドは広がらない、納得したね今ね、うん、納得、うんうん、でそこの雄弁会弁論部の先生の先生が実は大学の先生がいて、うん、の先生たちといろんな話をしてるでまた道が開けていくとかさ、うんうん、アメリカに行ったらいい指導教授に出会ったりさ、うん、すごいね、やっぱり出会い、出会いはでもすごく本当ね、出会い、うん、出会いは大切しなきゃいけない、今日すごい先生っぽい、一英だね、そうそうそう、先生っぽい、標準語だったしね、でもでもレサの出会いはまだ来ないのかい？いや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 、言っちゃった、あららららら、ね、可愛い、私もう本当なんかたくさんの出会いがあってね、すごい楽しいよ今、でもリーダーってあれでしょ、アメリカいたんでしょ、うん、いたけど、ロサンゼルス。そう、あれ、エレー感じ、ね、黙ったら英語だったり、黙ったら英語だったり、そう、エレー感じだったんだけど、うん、なんかね、うん、まあ私のこと話すとまた長くなっちゃうからやめよう、そう、で、そうそうそう、やめよう、やめよう、ぶったぎるね、今日も、まあ、そうなんです、いや、私だってほら、ね、あの昔、うん、ルックルックこんにちは、女ののど自慢ってのがあって、うん、そこで私、苦労した人間で出たい、で、歌を歌って、で、ルックルックこんにちはってあの、そうそうそう、誰だっけ、日テレで、なんだがこれ、司会の方、司会の女子の人、うん、あの女優の何度かさん、私の時はね女優さんじゃなかったな、本当、うん、そう、でもすごい楽しかった、うん、もうあの本当それこそお嫁に行く、いいよいつでも行けるよぐらいに、掃除機とかテレビとか食器棚とか、うん、お鍋とか、みんななんかいろんなの全部、そうそう、一式もらった、あ商品で、そうそう、それどこさ行ったの、それ、うん、私の部屋に入らなかった、お姉ちゃんね、青森のお姉ちゃんち、兄弟送ってよかった ね, ね、そう、未だにあるのはあの電子ピアノだけ、自分の部屋にある、電子ピアノももらったの、もらったの、すごいね、だからすごい、でもね100万ぐらいの商品だったと思う、全部 で、うん、でもさ最近はさ、あの4名入り自宅とかってさ、うん、タンス買ってきたとかってあんまり聞かない、うん、聞かないね、タンス入んないもんだって、うん、もう時代のうちに流れ、そうなんだよね、流れ、でもまた名古屋さ行けばさ、これ、うん、ガラス張りのこのうん、タンスだとかバーッと、あーなんか見せるやつない、町内会ぐるーっと回ってから行くずっとのさ、へえ、うん、それはそれでね、また伝統があってね、大変だ ね、 レンタルだぜよ、うん、最近、え、そうなの、うん、返したので、うん、返すの、先生なんとさ見せるだけ、うん、先生何でも知ってるね、俺の友達ね、岐阜のやつがいてさ、あららら、結婚式さ行ってあげさ、あららら、大変なんだ、じゃあ本当に名古屋岐阜でばさ、いやいやいや、あの結婚式のあの引き出物、うん、引き出物ね、こうやって包んでこ、こったなんのや、持って帰る、持って帰れってなんでこれって、へーだね、今こっちだとほら、あのカタログ、まあ、今は今カタログだよね、そうそう、今向こうもそうなってると思うけどさ、うん、いやすごいな、何入ってるんでこれってさ、でもそしたら包む方も大変、いやいやいや、何本も持ってかねえもん、そこまで言っちゃって大丈夫かな、当時で20万円が、あ、同級生だもんの、そったもんでしょ、同級生で、うんうん、たらさ、すごいところ変わればってやつだよね、嫁さんだせの、家の前さ、うん、行ったのせ、うん、時は赤い紅白の幕がかかっててね、うんうん、ここお菓子用の袋をパーッとここ子供にこう巻くんだって、あっと思って帰ってきました、うん、トリックアトリートってもらってくるなるほど子供じゃない、子供じゃないよ、童心の心を持ってても子供じゃないよ、モールシングをしてても子供じゃないよ面白い、だから昔でも建前って家建前、はいはいはい、お餅ね、うん、あれはよすごくいいな、餅投げだ、うん、船浸水させる時も長いあるかい、そうそう、やります、うん、やります、そういうのはいいと思う、お金とか巻くよね、お金、
なんか小銭みたいなのまくない？嘘、まかない？拾いに行かないもんね、それは。私もちょっと間違ってるかもしれない。ね、私一昨日1円見つけたけど、歩きでたら1円とか、ね、誰も巻いてない、巻いてないから。あ、占有離脱物を了解。さすが、さすが、法律強い。うん、あ、本当にそう。しかし本当に多趣味な先生で、うん、ね、その部活がアイスホッケーだし、そのあのそれこそ。あのやっぱ電車関係詳しいですよね。電車、ね、うん、本当で、そうそうそう、今走ってる、うん、あの電車は分かりません。北千住の駅がこれ見えるんですよね、うん、ホームがね、うん、そうそうそう、よくね、でも、うん、ほら日光のアイス、日光でアイスホッケーの車あるときここから乗りましたよ、あのスペーシアね、うん、ここまで来て、うん、あ、新幹線でぐるい早いもの、こっちの方、あ、東武鉄道利用してますか、いろんな、うん、あの電車そのラインを乗られたわけですね。乗り鉄、乗ってないとこいっぱいあるよ。乗り鉄、うん、乗り鉄でも乗り鉄じゃないから。模型の方、うん、模型鉄でもね。あんまりね、こう、うん、凝ると大変なんですよ、あれ。凝りそう。だってすごいお金もかかるし。かまどけしのものだからさ。かまどけし、あ、かまどけし分かりますか？かまどけし。そうそう、財産全部なくなっちゃうっていう。うん、バンクラックあれね、うんうん、鉄道模型に凝るとね、うん、体育館欲しくなるんだって。いい、そうそう、スペースがね。線路にでさ。乗っとけちっちゃい昔遊園地の中でこう電車があって、うん、公園の中をこうくるーって、うん、あるあれが好きだったわ、私。はじめ遊園地があった、あった、はじめ遊園地あったよね、遊園地、はじめ遊園地くるーとこ人丸くまるな、うん、猿がこう一番前さん乗ってた、うん、あれいつまであったの、わかるな、はじめ遊園地って、はじめ遊園地いつまであったべ、うん、あの東海町地震の時にタワーがポコッとこう下げてポケットちょっとごめんなさい、トカチョギ氏まだちょっと生まれてない、嘘、生まれてたかな、生まれてぐらい感じ、あ、とか言って、うんうん、1967年か、8年かあのぐらいだね、トカチョギ氏1967年生まれです、うんうん、お、意外とね、あららららら、そうか、へー、で先生はあのいろいろあのなんか録音鉄ではないんですよね、うん、撮ってない、うん、そっちは、そうなんですね、なんかでも歌もすごいですよね、実はですねあの先月、うん、あのね、うん、あのラジオ生放送終わった後に打ち上げして、うんうん、その帰りにホームで歌を歌い出したんですよ、うん、先生が歌が上手いのは本当にね驚きなんです、歌手ご存知で、はいはい、一曲今マイクを、何がいいですかねあのムーンリーバーとかムーンリーバーワイドザノマルとかすごい、うん、I'm crossing you this time someday、 I left my heart in San Francisco、 もうサンフランシスコとかね、もうとかやっぱりあるNHK 全国学校が来るとかさ、うん、あ、そういうのも、うん、あの先月は、千葉幼稚園の歌も歌われて、千葉幼稚園もありましたねそうですね、私らの頃はですね、幼稚園の歌を歌えるなんて信じられないっていう、ブランコ焦げば大きく焦げば青空は揺れる大きく揺れる、知らない、何ですかそれ、全国 NHK 学校音楽コンクール小学校の課題曲ブランコの皿、先生の年のやつですよね、うん、すごい、あと中学校の時は、ね、10階建てのデパートのそのてっぺんの遊園地、これが遊園地の記者、はい、なんか歌詞が時代を反映しますね、うん、昔なんかデパートの屋上にありましたもんね、うん、遊ぶ場っていうか遊園地とかね、いや、蒲田ぐらいかな、言ったやん、先週教えたっけ、あの僕のこの歌の師匠は誰か、あ、誰でしたっけ、尚美学園大学、客員教授の竹内秀夫先生と言いまして、おっしゃってましたね、はい、根、は、城、い、中学校の時に NHK の学校が来る3年連続日本一を、その竹内先生、その方が私のこの発声の先生です、わ、素晴らしい、それは何歳の時にご指導を受けたんですか、14、15、ああ、じゃあ、うん、あの覚えてない、変声期ギリ、うん、変声期の時にだから僕の声ってすごいちょっと高いんだけど、高いよね、高いですよね、なんでこういう声ができたかっていうと、うん、変声期の時に竹内先生が、うん、あの無理して声を出し潰すと大変なことになるから、うん、毎晩毎晩喉がイガイガしたら蜂蜜をお湯に溶いて飲みなさいと、うん、でそうしたらこういう声ができたんですね、蜂蜜、うん、なんだね、蜂蜜です、うん、皆さんも蜂蜜だったいや、しかしすごいタイミングで先生に会ってますね、イカの塩からも蜂蜜入りのなんでイカの塩から日本酒に入りの日本酒には蜂蜜入りなんですよね、うん、塩からは蜂蜜入りが美味しい、ですね、確かにそう、はい、だからあれですね、はい、その
まあ、中学校の時にやっぱり竹内先生に会ってなきゃこういう声ができてないし、うん、あの合唱部に行ってなきゃこういうな歌も歌えないし、だいろんな意味で出会った人出会った人にいろんなことをしていただいたそのおかげで今ここまで来てるなと思ってるか ら、うん、だからそういうのはもう本当にありがたいですよ、はい、今でもだから、竹内先生とねたまに会って飲んだよ話したりと、あんたもよくそんな歌覚えてるねみたいな。おいくつなんですか先生。73ぐらいですかね。若いですね、まだね、うん、だから僕が中学校の時に、うん、ちょうど教員になって 3,4 年目ぐらいで来たんじゃないかな、竹内先生も嬉しいですね。竹内先生にじゃあこの C ウェブのあれを教えてですね、うん、はい、先生出てるやつそうですね、うん、はい、やっぱり 歌声をねもう一回聞いていただいて、本当にそう喜びになると思いますね。教え子がそう教え子が、はい、歌います、私あなたの教え子ですとか言ってあれそれだけですか面白い、何がいいですかね何がいいですかね、これはもうこれはですね18番です、はい、18番の丸山恵子のですね、どうぞこのままあれ好き先生のこの確かな時間だけが今の二人に与えられた唯一の証なのです、まあ、はい、ストップストップストップ、はい、どうも、はい、ありがとうございます、はい、ギャラギャラ、あのお祝い、おひねるよ投げつけないでくださいね、おひねりいや、やっぱり歌声が素晴らしいので、ね、素敵な声です、はい、でしたね、はい、ではなんかちょうどいい感じになりましたので、ね、ここであの結び葉さんからね、はい、メッセージをいただきたいと思います。これから大丈夫です、はいはい、どうもどうもおばんです、おばんです、おばんです、住み慣れた地域の医療と介護を結ぶ結び葉クリニックの古川です、はい、どうもどうも、いや楽しいお話ずっとどうもどうもね、終わらない、今あの趣味と仕事の話がちらっと出ましたけどもね、私もあの医療系はもうあの働くためにね仕事、この仕事を選んだんですが、実は20代30代ぐらいはあの音楽をやってまして、まあ、そっちでは食えなかったんだけどもね、やっぱりあの自分の中の音楽っていうのはストレス解消でもあり、どっぷり使うとこうなんていうかな、癒される落ち着くんですよね。だから今は切っても切れないんですけども、その音楽ってやっぱりこの治療とか予防とかあの医療の世界に絶対通じるなと思いながらあの、まあ、今まで来てたらなんとね、吉岡先生も今勉強されてます、うん、音楽療法、音楽療法っていうのがあるんですよね、はい、そういう分野がありまして、うん、私たちもその音楽医療研究会っていうのに、ね、はい、入ってまして、うん、どんな風にその医学的に音楽が、予防とか治療に効果があるかっていうのを勉強中なんですけども、うん、はい、吉岡先生は現場にね、はい、携わってるんですけど、どうですか、はい、いやもうあの私が今あの携わってるのは高齢者の方々が多いんですけれども、やっぱりね、行くとすっごい喜んでくださるし、先月も実はあの八戸の方のね介護施設にお伺いしたんですよね、うん、でそこはまあ2回目だったんですけど、5年前よりもあの今回車椅子の方が多かったんですよ。そしたらすっごい喜んでくださって、もう玄関まで車椅子でお見送りまでしてくださって、また来てねまた来てねって握手して、だからすっごい喜んでこう涙までな、ね、されるっていう、なんかすっごく嬉しくって、で私こうお話をしながらあの音楽療法をやっていくので、皆さんもやっぱり昔のことを思い出した回想法っていうんですけど、そういうのをね思い出したりとか、あとこう体のことを少しずつこう自分のメンテナンスをね、あと軽いものなんですけど、タッチとかしてやるんですけども、そういうのをやっていたらもうすごくね、あの一方的じゃないの、あの一緒にこうやる、いいですね、それってやっぱり昔の曲が多いの、昔の曲が多いですね、はい、そうですね、最近のはやっぱりあの例えば AKB48 とか、うん、ああいうのはもうそのリアルタイムではいいんですけど、流れてくるのは耳からはあると分かるんですよ、分かるんですよ、うん、はい、まあ、OK なんですけど、うん、やっぱり歌詞を見ないで歌えるっていうのはやっぱ童謡とか叙情歌とか、うん、あと懐かしの歌声とか、うん、ああいうのがね、うん、皆さんも脳裏、皆さんね、うん、見ないで歌ってますね、そう見ないで、うん、そうだからすごいなと思います、うん、だから目がねキラ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 みんなし始めるので、うん、すごいよね、うん、本当になんか立ち上がったりもね、そうそうそう、で、そう車椅子でもなんか、うん、
こう手を取り合ってこう私の青森の酒グルメなんかかかるとなんかこんなになってねやるんですよ、うんうん、踊り出すのはびっくりしますよ、ね、子供の名前忘れても歌手の名前は忘れませんとか。ああそう本当にそうです、うん、でリズムで、ね、体をこう動かすんです、うん、車椅子なのに動かすんです手を、うん、いやすごいなと思って、うん、だから最近なんかあの少しずつそういう時代になってるかもしれない、うん、あの、うんはい、お仕事の依頼がちょっと増えて。あそうなんですね、はい、そうなんです。いいことです。ありがとうございます、ね、はい、そうで、あとなんかね来年もすごくビッグイベントが、うん、はい、控えてまして、うん、はい、でもすごく嬉しいですね、うん、そういうのここやっぱりいろんな角度からその結び方さんとの、ね、あの関係でいろんな学会に行ってあの学ばせていただいて、うん、それを私の優勝カリサスタイル の, その、うん、オリジナルをこう今作ってるので、すごくそれがこう好評でね、講演とかもさせていただいたりとかするので嬉しいなと思います、ね。そうですね。この研究会あの、うん、ドクターもいるし、うん、音楽療法士さんもいるし、うん、先生みたいに歌手ね、うん、歌手やられてる方もいるし、名前ればカスだけじゃない。それね。いろんな方がね、はい、あの研究も兼ねてやってるので、うん、来年もね私たち。うん、学会の事務局、はい、そうなんです、事務局を、はい、俺も入れますか、その学会って。ぜひ歌手福田康夫として第3の顔で出ますか。そう、ネクタイ締めていく、いろんな色の顔を持って、うん、だからそういう方もね、あの、うん、応援して支援してくださる方も入ってると思いますので、うん、ね、本当ですね、うん、いろんな方があのなんかねコラボじゃないですけどね。いいでしょうね。うん、そうそうそう、ね、前もこの番組に出ていただいた郷先生とかね。うんうん、そうそう、あの、うん、京都大学のね郷先生とかもいらっしゃって。そうですね。そう、もう坂東先生も四国のね徳島の坂東先生とか ね、そうそういう先生方もやっぱりあの皆さんこう頑張ってらっしゃって、でやっぱりエビデンスもねたくさんこう、うん、作られたりとかしてね。そうですね。うん、でみんなでこういいこうなんていう高齢化社会に向けてみたいな感じで頑張ってますので ね、うん、そうですね、いいなと思いますよね。はい、私もあの栄養ケアステーションとその音楽療法のお手伝いをあのまたこれからもね、うん、頑張っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。そういうかこの間あの三保の病院の西山院長先生が、はい、ウェーブスっていうね、あの栄養をね、うん、今はもうあの高齢者でも栄養をしっかりと取りましょうと、そう皆さんバランスよく、ね、元気よく食べてますか、うん、っていうね、そう食べてますかっていうのでね、うん、あの私もやっぱり噛むってこと大事なんですよ。そうなんですよ、うん、だからそれ で、ね、そう私たちもねおませんべばれさっき喋ってましたねおせんべい、そう、噛むこと歌うことね、そう、噛むこと、全部繋がってますね、これが全部、ね、脳にこうリンクするので、ね、うん、いいと思いますので、ね、頑張りましょう皆さん、ね、頑張りましょう、はい、広げていきましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまたよろしくお願いします。美香ちゃん、はい、また戻ってきていただいて、なんか告知、うん、あ、そうなんです、いいでしょうか、うん、あの先生の告知も大事なので、はい、急いでいきますけれども、はい、10月の、はい、28日、うん、足立区の障害学習センター、はい、学びピア21、はい、こちらの方で、ちんどん屋ってなんだろうという講演会をですね、あのなんと私が講師でやらせていただきます。おー、イエー、先生だ、はい、6時半会場の夜7時開演、1時間半ぐらい、30分ぐらいの講演、そしてあの実演を交えまして大体1時間半ぐらい楽しく皆さんに体験していただきたいと思ってますので、入場無料ですのでぜひとも来てください。よろしくお願いします。出ました。で私からですね、10月の29、30と毎年やってます中野区の、公園っていうかね、あの区長所の前なんですけど、うんうん、駅前のね、駅前ね、サンプラザ前ね、はい、青森人の祭典って東北大復興祭というところで、うん、11月の、あ、違う、10月の30日、私11時、お昼です、11時55分から12時20分まで歌わせていただいております。はい、それと、11月26日、はい、あのランチョンコンサート今年9年目でございます。おお、今回はあのゲストで来ていただいた吉田新海さん、あの能楽師、表現型の方が、ね、ゲストにしてくれます。それと11月の17日弘前のレストホテル、あの弘前駅前なんですけども、そこでボジョレ・ヌーボーで歌わせていただきます。ボジョレが、はい、ボジョレが、そうなのよ、来月ね、
どうぞ皆さんぜひお出かけください、はい、美味しいお料理をね、はい、うん、それと美味しいお酒とワインとね、うん、ご用意しておりますので、うん、ぜひぜひお出かけください、はい、先生何か、はい、私の方は11月5日6日土曜日曜でございますが、うん、世田谷区は三軒茶屋、日本大学危機管理学部スポーツ科学部の記念すべき第1回学園祭三茶祭、どうぞ皆さんお越しください、よろしくお願いします。2日間渡します。はい、はい、ということで、なんか皆さんやっぱり秋になるとなんか祭り、うん、そうそう、お祭りですね、秋祭り、うん、あ、そうそう、11月に、うん、あのすみません、ちんどん芸能者が11月12、13、26、27、北千住の西口を賑やかしますので、ぜひ目撃してください、はい、声かけてくださいね、はい、ということで今日も本当ありがとうございました。どうも、今日の日本酒は森田、駒泉さんね、駒泉さんです、サクタです、サクタ、そして、日大の福田でございました。どうもありがとうございました。モルス君がやってきた。イエーイ。まだ聞き足りない。そうかもしれない。なんかいっぱい。あのヒューンっていうのもいいね。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さん、あの寒くなってきましたので風邪ひかないように。本当ですね。Yes.オータムニューヨーク What does it seem so inviting、ね、ニューヨークの秋、オータムニューヨーク See you next month。